今日はオーディオマニアのお客様から教えてもらったシールドを作ってみようと思います。まあ、こういうお店やってると、いろんなお客様が来まして、そういう、なんですかね、お客様からこちらにいただく情報っていうのも結構多いんですよね。で、今回は、このお客様がすごいオーディオの、なんか仕事してるのかなまあ、そういう、なんですかね、音響的な仕事をしてて、おすすめのケーブルを教えてもらって、 フルテックのこのプラグがすごくいいですよってことをまず教えてもらったんですよ。これ分かりますフルテックのこの1個1500円ぐらいしたっけなそれぐらいするそこそこいいプラグなんですよね。この FP703G っていう、まあ、G はゴールドの意味なんですけどっていうプラグですね。で、それにこのベルデンのこれ見えるかな字がちっちゃくてこう映ればいいけど。 こう見えるかなこれ見えますかねここ88760って見えます <laughs> まあい,いやこのベルデンのこの赤い細いやつこれ自体なんかまあ有名だと思うんですけどこれケーブルとしてすごいなんかおすすめというか有名じゃないですかでこれにこのプラグの組み合わせがすごくいいっていうのとでまた自分用にこのプラチナ <laughs> これ買いました <laughs>。 でこれ自体まあ,あのですかねこれで作らないとまた良くならないそうなのでちょっとこれでまたなんだろう改めて自分用にもこう買って使ってみてどうなるのかなとかあくらメッシュチューブですねこれにかぶせるやつで作ってでまあどれくらいかなまあエイジングしてまあ1時間ぐらいかなまあもちろんあのエイジングする前 例えば、この完成前か前って、あんまり前じゃない、あとか。この完成してすぐ一回レコーディングしてみて、で、1時間ぐらいにしましょうかね。1時間ぐらい弾いてどう良くなるのかっていうのも試してみたいと思います。とりあえず、組み合わせ例としては、組み合わせ例としては、このベルデンの88760。 この88760、まあ、<laughs> 88と FP703G っていうプラグですねでこのプラチナゴールド逃げかすプラチナハンダーですねでこっちにそのシールドシールドチューブを使ってこのシールドを使ってどういう音になるのかっていうのを試してみたいと思います で、レコーディングに関しては、この完成した直後と1時間ぐらい弾いてどうなるかっていうやつを試してみたいと思います。いいじゃあ、これで作ることができました FP703 プラグと88760のこうベルデンのケーブルをこう作ってみました。で、前回と同じように、ちょっとまず一旦、いつも,いつもじゃないな、この EXPRO の FA をまず鳴らしてみて、 それと比較してこれが今どうなるのかなっていうのを試してみたいと思います。で、これって今作ったばっかりなので、エイジングとかは全く何もしていないという状態なので、一旦これ、比較用の EXPRO の FA で音を取って、で、これを取って、1時間ぐらい弾いてみてまた取ったらどう変わるのかなっていうのを確かめたいと思います。使用するのは自分のギターですね。で、今確認したちょっとチューニング1音下げなんですけど、まあ、 結果的にはまあ条件はみんなケーブル一緒だからまあとりあえずもうこのまま撮っちゃいますね。